皆さんこんにちは、本日はドライバーショットでのミート率を上げるための練習法です。ドライバーショットでミート率が悪い方というのは横の動き、末頭の動きであったりとか、上下運動であったり、要は打点が安定しない動きを、しているからミート率が上がらない。これは当たり前のことなんですけども、実際にスイング中に無駄な動きを多くしてしまうとミート率というのは上がってきません。今回はこのミート率を上げるための練習法としてスイングの軸、軸をぶらさないための練習法、また上下運動をしないための練習法を一つご紹介していきます。単純にスタンスの幅を狭くしていくといった練習です。スタンスの幅が広いと中心軸が動いた時に、このように動いてしまうことで打点というのは安定しません。ただスタンスが広いとこの中心軸が動いてもバランスを取っていることが可能になるため、スイングを普通にすることができてしまって、その中心軸のブレっていうのがしているけどもスイングのバランスは悪くないといった形になってしまう。自分で気がつくことができません。今回はスタンスをこのぐらい狭くですね、靴1個入らない程度に狭く取って、左腕をなるべく曲げない意識を持ってバックスイングを作ってダウンスイングでターンをして打っていく、といった単純な練習法です。こちらはですねスイング軸のブレをしてしまうと頭の位置がブレることでバランスが悪くなるので一歩踏み出してしまったりとかフィニッシュでこのように前に行ってしまう動きになってしまいます。この中心軸を意識しながらこの中心軸をねじってねじる、このようにすることで中心軸のブレというのは、限りなく少なくすることができます。この感覚をそのまま養って少しずつ足を開いてその中心軸のイメージを消さないようにスイングを作っていきます。このようにすることでミート率は徐々にアップしていきます。普通に開くよりもスタンスを狭くした方が確実にミート率は上がってきます。芯で捉える確率が高くなりますのでこのスタンスを狭くして練習をするということを一度皆さんぜひやってみてください。スタンスを閉じている状態でのこのスイングの動き中心軸のブレなさをですね感じていただいて通常のスイングへそのイメージを入れてみてください。そのようにすることでスウェーサイドの動き上下運動というのがなくなってきます。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。